去年末にプレゼントを募集した枕プレゼント、うん、はい、の応募数月曜メンバーのランキングが決定しました。うわ、怖い。そのランキング得票数を発表します。月曜日のだけってことですか。月曜日だけで全体で決めるってことですよ。あ、まだみんな出てないってこと。うわ、だからここでなってなければセーフってことそうかそうか、そういうちっちゃいめくり作られてる。もう俺も自分で勝手に罰ゲーム決めてたで。俺卒業かけて今回挑戦してんねんね。インスタに書いてましたね。すげえな。やっぱそんなに俺放送中に言えよそれ。俺最後やったら俺辞めるからな。すげえな。それ、何だそれ。誰も何も言ってないのに。上が1位、うん、月曜だけの順位からいきますか。1位から、はい、行きましょうよ。あ、めぐりに行く。1位から、うん、はい、1位はあ、おい、そうだった。そりゃそうやろ、うん、票数これ全体だもんな。ちょっと待って、すげえ、65,332票。すごい、これすごい。英会の数よ、ちょっと増えてるな。増えてますね。5万票やったんじゃない。数的な人気でも上がってんだ。なった、すごいな。これ桁ちゃうんちゃうかな、ね、やめなくて済んだね。本当ですよ。そんな、いや俺だけやで、やめんの。あ、そう。月曜日もっと喋らな、俺。わ、イエーイ、ありがとうございます。票数は3,854。それでもすごいね。少な翔太くんが抜けすぎてんのよ。翔太くん、すげえな。すごすぎる。すごいですよ、6万やで。えげつないで。青井くん、65,000やで。ちょっとめちゃくちゃ恥ずかしいんだよ。3,000。地方のショートシーン。本当にありがとうございます。修学旅行のお土産買う値段。すげえ。3位。6万。あ、うちだよ。やっぱそうだ、そうそうよ。すごいな。462。すごい。いや、少ねって、やばいって。これで、これで。やばいよ、これ。3位でこれって。でもよかった。少ねって。これ、ゼロとかありますよね。あるんじゃない。いや、ゼロもあるやろ。いや、怖い。いや、俺2万票いけると思うね。いや、そうやったら1位やろ。これ、次、次だ。次は。4位。おお、また、あれ、マジか。やばい、俺やばいあかんかもしれん。159。結構ある。マジでやばい。やばい、マジでよかった。やったな、やったな、やりましたね。親戚動かしたな。いや、違いますよ。これやばいっす。これにいねえですよ、ほんで俺の親戚。いや、だって、消されへんとこに書いてもうた。よいこさん二人とも買ったやつでしょ。そう。そう、買ったやつ。あ、俺だ、これ絶対に。いやいや、タクも買ったやつやもんな。僕も買ったやつですよ。次、5位。誰だ、アリソン。あ、やばい、アリソン。やばい、終わった。86! 少ない、少ない、少ない、少ない。武道館やったことあるんですけど、僕一人で武道館埋めたことあるんですけど、恥ずかしい。100も行ってへん。うわ、100行ってへん。それでも鈴木から、どうする。お前卒業かけてんやろ。いや、やべえ。なんでインスタでそんな発表するの。やばい。みんな頑張ってくれ言うから、卒業かけよう思て。やばい、やばい。2、4、5、6位。ああ、やめてよかった。本当に。まさか。はあ。48票。少ね。少ね。エロ、エロ、48。なんでよ。最後、坪倉さん。お。票数が。内緒。内緒。票数はやばい。他の。そうか、他の曜日と。兼ね合いがあるから。だから坪倉くんや、この代表は。月曜日の再開ですね。うん。お荷物ですね。月曜日のお荷物ですね、僕が。よかった。俺だって卒業かけて46。卒業かけんかったやばかったね。やばい。何があんだろう。罰ゲームまだ分かってないんですよね。ね、そっか。罰ゲームなんだろう。さやねえが3,000少ないわ。えげつない。さやねえが少ないのがショックやわ。なんでそこ若いすごい。俺らはしょうがないけど、さやねえがもう選挙じゃなかったらやっぱ票集まらへんか。お前100票も言ってへんのせいにな。100票も言ってやつ言われたなよな。俺86票ですよ。少な。少な。枕へ。枕へたくさんのご応募ありがとうございました。いつないねんって。すごい。前回のせい。たくさんすごいな。何したの、何した、会社の中でインターネット部門とかあんの。いや、何インターネット投票部門みたいな。やめてください。全員身内だってのおかしいでしょ。そうか。枕の当選者。浜口さんの当選者は大阪府の深夜さん。僕、有野さんのは、静岡県の正則さん。はい。ドランクドラゴン鈴木さんのは兵庫県の健さん。おめでとう。我が家坪倉くんのは、千葉県の綾野さん。一人はいるってことですね。
内田理央さんのは大阪市の美香さん、ありがとうございます、山本さやかさんのは奈良県の水木さん、水木さん、ありがとうございます、青井翔太くんのは大阪府のさやかさんです、皆さんおめでとうございます、ありがとうございます、山本さんありがとう、山本さんありがとう、実況なのかありがとう、この子が何票か入れてるのかうわ楽しみですね、やばいな、うん、他の曜日でだって少なそうな人います、いないでしょ、山根くん、山根じゃあ俺な、山根くんがほんまにあの宣伝してたから、うん、ちょっと焦ったのよ、確かにそう、あやべ、山根くんほんまに宣伝してると思ってインスタで、じゃあ俺もやろうと思って、いやこれ普通にやったら負けると思って、いいの買えばよかったね、やっぱな、どんなの出したの、普通の自分のを使ってた、忘れて、忘れたやん、持ってくの忘れてない、一回な、それもあったし、うんうん、はい、でみんなそんなにちゃんと買したもの買ってくると思ってなかったから参ったな、ほら使ったやつはいらんやろ、そうですよね。ちょっと勘違いしてましたね。おかしいな、我が家の中でモテる男やったのにな。ねえ、ね、そしたらもう杉山くんの人気なんかも地獄に落ちたようなもんだよ。マイナス量だね。いらねえって言ってもらってるから。はい、以上です。